モンスターカプセル GBRTA 第3部、始まるよ。前回は、卑怯な弱虫野郎を倒しました。今回はいよいよ、本 RTA の相棒ユニットを手に入れます。まず、3階のダークマスターに会いに行きます。15枚のチップを1枚1枚、心を込めて入れましょう。その前に、こうすることで、このカプセルマシンを使うことができるのです。この、2体の観葉植物くんに挟まれたマシンは、特別なもので、上の階にしか出てこないレアユニットが入っているのです。しかし、3階に上がった時点では気合の入った少年が占領していて使えません。使うには右の条件のどれかを満たす必要があります。今は一番下の条件を満たしたわけですね。そしてこれから速攻クリアに最適な強力ユニットを引き当てます。マシンからのユニット出現率は、高、中、低の3段階に分けられており、強力な高レアユニットは、ほとんど低確率です。簡単には手に入りません。100回程度では出ないのが普通なので、効率よくリセマラするために、それなりのスターチップを持ってきた方がいいです。ユニットの具体的な出現率が分かれば、何枚がいいか、計算もできそうですが、これがわからない。何度か調査しましたが、50回や80回で出た時もあれば、300回や400回、1000回回しても、出ない時は出ません。多分、1% はないでしょう。また、ここに経験値調整も入ってきます。レベルは今回のように、2回ボス突入時で6くらいが、ちょうどいいと思います。経験値の効率だけで言えば、雑魚敵の方がいいので、ある程度、歩き狩りも入れる方が、いいと思います。これらを考慮した結果、20枚稼ぐ、という結論に至りました。ところで、レアユニットの出現率ですが、先ほど、1000回回しても出ない時は出ない、と聞いて、走るのは、いやーきついっす、と思われた方も、いると思います。僕がガバウンなだけかもしれませんが、これほどムラがあるとすると、RTA のチャートとしては、少々まずいでしょう。後ほど、ここで入手できる強力ユニットを複数、紹介しますので、候補を広げる参考にしていただければ、と思います。そろそろ出てきます。というわけで、相棒は、暗黒騎士ガイア、でした。それでは、ガイアをセットします。アントくん、今までありがとう。そして、技カプセルと、残っている能力アップカプセルを、使ってしまいます。ではこのガイアを、一気にクリアレベルまで、育てますよ、育てる。
コイツとコツ塚です。まず、こいつをやります。これから、運時間の、経験値稼ぎが始まるのですが、まず、このコツ塚で、レベル16まで行きます。その後、下の階にいるカジキ両太に乗り換え、レベル30まで育てます。では、ここの稼ぎについて、説明させていただきますので、まずはタイムマジックいたしまして。それでは、行きます。まず、本作の経験値システムですが、こちらのユニットレベルが高くなるほど、少なくなります。そして、ダンジョンの雑魚敵のレベルは、基本的に、クリア推奨レベルより低いです。そのくせ無駄に強いので、歩き狩りというのは、現実的ではありません。しかし、経験値には、もう一つ基準があるようです。それはおそらく、敵ユニットのレア度です。レア度の具体的なデータは見つけられませんでしたが、例えば、こいつの使う、パンプキングは、アンデッド系の最高峰らしいです。また、カジキの使う、リバイアさんも、海属性で最高ランクのようで、レベルに関係なく結構な経験値をくれます。なので、この二人を相手にすれば、ほとんど減速することなく、レベルを上げ続けられるのです。また、二人の間で言えば、ユニットレベル、お供のレア度などの関係か、コツ塚の方が、経験値量は多めです。じゃあ、ずっとコツ塚で稼げばいいじゃん、アゼルバイジャン、と思う方もいるでしょうが。二人には、もう一つ違いがあるのです。それは、バトルにかかる時間です。まず、バトル前後のセリフ量で、コツ塚の方が、一戦あたり4秒ほど長くなります。加えて、コツ塚の方が、いやらしい動きをすることが多く、殲滅に苦労するケースが目立ちました。そこで、タイムを測ってみると、平均して、一戦あたり10秒ほど、コツ塚の方が僕は長くなりました。経験値の差は、レベルが上がるほど縮まってきます。そのため、どこかでカジキに切り替えた方が、時間効率は良くなると思います。カジキ一戦は約60秒。ということは、コツ塚と6回戦って、得する経験値量が、カジキ1回分より少なくなると、カジキ有利、ということになるのではないでしょうか。とすると、ミミズの A、C で、ちょっとコツ塚有利、B、D では、カジキ有利、になると思います。結論としては、B、つまりレベル16に上がったところで、カジキに切り替えると、RTA っぽいのでは、ということになりました。いろいろ突っ込まれそうで怖いですが、一応、この行動はこういう理由で決めた、ということがわかるよう、お話ししました。というわけで、途中相手がカジキに変わる、という動きはありますが、基本的に、同じことの繰り返しです。そこで、この時間を使い、3回のユニット候補のご紹介を、させていただきます。1番手は、今回も共に戦ってくれた、暗黒騎士ガイア。個人的には一番のおすすめです。まず、隙のない高ステータス。終盤のボス戦は、これだけ稼いでもギリギリの戦いになるので、捨てていい能力は一切ありません。また、攻撃範囲の広さも、文句なしです。特に、横方向に広いのは、コツ塚やカジキのユニットを殲滅するとき、またボス戦で、端から回り込んで安全に立ち回るときなど、非常に役立ちます。欠点らしい欠点のない、超優秀ユニットだと、思います。次に、パンプキング。このユニットも、能力値、攻撃範囲ともに文句なしです。ただ、スピードの低さが、たまに傷でしょうか。命中率をガイアと比べると、レベル35で、だいたい5から 7% は、低くなります。しかし、
その分耐久力でカバーできるので、それほど問題はないでしょう。一つ、明確に異なるのは、攻撃範囲の形です。パンプキングは、前方向に広がった形となります。あくまで個人的な使用感ですが、これは、ガイアに比べると、少し使いづらかったです。特に、今行っている経験値稼ぎ、相手ユニットは、ワイドに展開してくることが結構あります。ガイアなら、中央を突き進むだけで、簡単に攻撃できますが、パンプキングだと、右に左に走り回ることになりがちでした。僕が使いこなせていないだけかもしれませんが、この点で、本 RTA においては、ガイアに分がある、と感じました。基本的には、おすすめするならこの2体なのですが、それ以外にも、強力なユニットはいくつもあります。例えばこの、ブラックマジシャン。ステータスの高さは、前の2体と遜色ありません。また、終盤のボス戦は、大体闇属性の敵と、闇の地形マスで戦うので、闇属性ユニットは比較的有利です。ただ、まず攻撃範囲が特殊です。広いことは広いのですが、周囲1マスや、真横方向に攻撃できない点が、少し使いづらさを感じました。特に、肝心なラスボスは、このような攻撃範囲で、よく、一番上側に陣取ります。これにダメージを与えようとすると、どうしても相手からの攻撃をもらってしまうので、かなり危険です。この点で、前に対よりも、本 RTA では難しいかな、と思いました。他にも、強力なユニットは何体もいますが、ステータス、攻撃範囲のいずれかで、あと一歩、という印象です。ただ、上手な人なら、あまり違いはないかもしれませんので、ステータスや攻撃範囲を見比べて、問題なさそうだと思ったものは、候補に組み込んでみてはいかがでしょうか。以上、RTA のお供候補の、紹介でした。しかし、今紹介したユニットの出現率は、すべて低確率です。いくら、使用ユニットを複数想定しても、出ない時は本当に出ません。ここまで、1回のガチャリセマラで約20分。そこから、スターチップ稼ぎなどの単調作業も乗り越えて、約1時間半。ここまで頑張って、全然出ないからリセット、なんて、辛いです。そこで、タイムは伸びてもいいから、一度完走してみたい、という方のために、とっておきのユニットをご用意しました。それは、炎の剣士、です。ステータスだけで言えば、劣化ガイアです。しかし、決して弱いというわけではありません。それに、技カプセルを2つ使えば、攻撃範囲もガイアと同等になります。技カプセルは、2回で、少し遠回りをするだけで手に入るので、それほど問題はありません。問題は、能力値の不足ですが、レベル35のガイアに等しくなるまで、追加で稼げばいいのです。それがどのくらいかというと、39くらいです。ここの稼ぎでは、レベルを上げることによる、ボス経験値の減少も加味して、35くらいにすればいいでしょう。時間にして約30分。長いですが、少なくともガチャからは解き放たれます。炎の剣士の良さは、その出現率です。今回のガチャでも、25回目に早々と登場していました。なので、運ゲーを回避し、スムーズにプレイを進めることができるでしょう。つまずかずに、投資でプレイしてみたい、という方は、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ちなみに、2つ目の技カプセルですが、ガイアやパンプキングといった、1つしか使わないユニットを狙うときも、拾った方がいいかもしれません。実は今回、ガイアと一緒に、2頭を持つキングレックスを、入手しています。この後、3回でも1つ、簡単に技カプセルを入手できるので、もし今回のプレイで、2つ拾っていたら、
ガイアとレックスの2プラトンで臨むことができていました。滅多にないことですが、もし実現すれば非常に安定するので狙っていてもよかったと思います。実際実現していれば、あんな超特大ガバガバをやらかすこともなかったんです。
りました。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。今回のリセット回数は、3回でした。